はい、こんにちは、お礼卵です。今日はね、ブダイっていう魚を今神経締めしてるところなんですけど、ちょっと船の音がね、でかすぎてね、アフレコでやってます。頭の骨が硬くて結構神経通すの大変やったんですけど、とりあえず通りました。で、この尾っぽのね、骨が硬すぎてね、手じゃ無理でハンマーで行くんですけど、それで取って折れるっていうね一瞬固まりましたね。で、尾っぽとエラの動脈を切って血抜きをして持って帰ります。はい、俺だもです。本日の食材がこちら、ブダイということで釣ってきました。このブダイね、和歌山県で釣りをしてるとまあまあな高確率で釣れるんですね。全然一切狙ってないんですけど、多分記憶の中では食べたことがないです。なんか美味しくなさそうなんで、ちょっとベラとかに似てるんでね。まあでも全然ベラとは違う種類、ブダイという種類、ベラはベラという種類らしいんですけど、いろんな種類がいます。なんちゃらブダイというブダイね。で、その中で青ブダイっていうブダイがおるんですけど、こいつはね、毒を持ってるんですね。なので、食べてはいけない。で、食べた時の食中毒で、実はまだ解決方法が見つかってないので、ぜひこの青い系のこういう魚釣られた時はぜひちゃんと調べてね。南洋ブダイってやつは食べれるんですよ。青ブダイってやつは食べれないんで、ちゃんと調べて食べた方がいいとのことでした。で、初めて食べるのでまずお刺身でいきたいと思います。あと、この頭のところがすごくね、ぷにゅぷにゅしとるんですよ。ここなんかすっげえ気になるんで、頭を今日は煮付けにしたいと思います。僕のチャンネルは釣ってきた魚をさばいて調理する動画を主に配信しております。魚さばきに興味のある方、また今日の動画を見ていただいていいなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では今日はブサイクなタイで俺玉。はい、では観察タイムいきましょうか。まず顔面ですね。歯がね、結構鋭いんですよ。ほら、こんな感じ。顔がこんな感じですね。で、ぬめりが全体的に結構きついです。結構きついですね、ぬめりが鱗は大きそうですね。で、内臓は取ってきてます。最近やっぱ内臓あおとと取るようにしてます。匂いがね、全然違うんですよ。じゃあ、鱗を変えていきたいと思います。かなり鱗でっかいですね。はい、では下ろしていきます。まずは頭とカマを取ります。骨がね、ごついと思うんですよね。意外と簡単にもいったな。ここのね、尻尾の骨切って血抜くとき包丁の柄折れましたしね。まあ100均の包丁ですけど、さすがに首を折って折れる。あ、折れた、よかった。結構簡単にいったな。で、ここにね、ちょっと分かりにくいんですけど、なんか謎の骨みたいなのがあって、これね、普通の魚多分ないやつです。エラからつながってる、砂ずりみたいな感じなのかな。多分ブダイ特有だと思うんですけど。では3枚おろしです。一方通行でいきます。皮一枚までいったら、さあ、あと、よし、片身は置いときたいと思います。ただ骨すきます。よ、腹骨はなんか、なるな、根魚みたいにちょっと浅いね。一応そこまでそこまでか。で、血合い骨は柵取りでかわしましょう。ここまで入ってますね。スタートがここです。なので
この血合い骨の横、右側ですね、にここと平行になるようにまず1本。お、ゴリゴリやな、海。ちょっと薄めに切った方がいいね。で、ここを狙ってこの血合い骨の左側から今行っちゃったな。ちょっと残ってます。ここ残ってるんで。OK、で、皮引きですね。炙りももちろんやります。こんなもんでいいでしょう。はい、ではお作り仕上げていきましょう。意外とこう皮が立ってうまそうには見えるな。昨日釣ったやつなんでね、身がまだ生きとるっすね。これやっぱ神経締めの良さのところですね。悪い言い方をするとまだ見方いかもな。腹の方は薄でいきます。薄すぎない薄かな。はい、お刺身の完成です。こちら冷蔵庫に入れておきます。出た、頭割ります。ここの骨がどういう抵抗してくるか気になるとこですけど、このプニプニのところは多分柔らかいと思うんですよね。頭割ることを兜割りって言うんですけど、ちょうど前歯のね、お、こいつ歯抜けや、歯抜けなんか歯並びが悪いんか分からんけど、前歯がこの辺にあるはずなんですけどね、ない。あ、あった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 、これや、あったあったあった。この前歯の真ん中から包丁を入れます。ガチャ歯ですね、こいつ。この前歯をまず包丁垂直に、あ、やっぱり当たるな、あの謎の骨が。いけたいけた。で、この垂直の状態から、包丁をこう滑らすイメージですね。で、左手は必ずパー。歯が当たるわ。滑らすイメージ。お、硬っ。うん、やっぱりあれが当たっとるっすね。こういう時はさっき釜側を、この下側ですね、ここは柔らかいんで、外してから、これなんなんやろな、あ、やっぱエラなんかな、これが当たるんやね、こっち。取れた。これ後で調べます。多分ね、砂ずりみたいなもんやと思うんですけどね。取れた取れた。これエラの一部か。よし、取れた。おお、歯みたいになってる。すげえ。これは珍しいです。これやっぱスワズリみたいに音聞こえます？完全な歯です、これ。奥歯みたいなエラと一体してる。へえ、もうガンガン歯ですね。これは割れへんわ、さすがに。ではこれ綺麗に洗って、煮つけていきたいと思います。はい、では煮つけていきます。酒、醤油、みりん、砂糖が1:1:1です。大さじで3ずついきましょうか。で、そうですね、頭の半分ぐらいまで浸かるぐらいの水入れて火にかけていきます。落とし蓋、中火以上の強めの火でしっかり調味液が対流するように煮つけていきましょう。
はい、ではもう火は通ってるので仕上げに生姜を入れます。で、このタレがある程度この身に絡む程度まで煮詰めていきます。味見チェックしてなかったな。大丈夫だと思うんですけどね。うん、完璧。お、すげえ油。わかりますかね、タレの油がすごい。なんか生姜焼きやった後みたい。はい、粗煮の完成です。では食べていきたいと思います。はい、ではいただきます。さあ、お刺身ちょっと匂うイメージがあるんですけど、どうなんでしょうか。腹側ですね、皮のないところ、いただきます。美味しい。うん、脂乗ってますね。ほんでお寿司にしたいぐらい脂乗ってるよ。美味しい。臭くないんやな。腹を出したのが良かったのかもしれんけど、皮付きいきましょう。めっちゃうまい。いただきます。めっちゃうまい。あれ、イメージだけやね。マダイよりうまい。全然うまい。かなり個体大きかったんですね。あれ2キロぐらいだったんちゃうかな、測ってないですけどね。白身の脂の乗ったうまいやつ説明下手。めっちゃうまい。どんな魚でも言ってますけど、寝かせたらもっと美味しいと思う。まあそうやな、そりゃそうやな。では煮付けいきましょう。釜から行こう。ここはね、メインなんでね。まず釜。やろこ。あんなにゴリゴリの身やったのに、身を通して柔らかいね。とも下手かったな。じゃあ、タレをちょっとつけて、いただきます。うん。完全に侮ってましたね。これがうまいな。頬肉いきます。皮がゴリゴリやね。またコラーゲン止めたかったんで。よいしょ、コットンと頬肉うまっ。コラーゲンたっぷりっすよ、ブダイ。ガチャバの正体これ。で、一番気になってこの頭のとこね、ここすげえ気になってる。よいしょ。あ、でも普通にプルプルの中にプルプルが分厚めやな、身があるって感じ。せっかくなんで一緒に食べちゃいましょう。いただきます。うん、おいしい。普通にほんまにこの全体的にコラーゲン質が高めっていう魚かな。身は美味しいっすね。内側はニオンかな、ちょっと行ってみよう。匂いするな、この辺は。うん、匂い。ちょっと。だから、ちょっとわからんすけど、もしかしたらこの砂ずりらへん、ガチャガチャしてるところらへんが匂い移ってるのかもしれない。わからん。この釜のところは、苦手な人は苦手な、ちょっと癖があります。では、ビールいただきます。泡町、この下顎とかすげえな、ほんまにプルプル。じゃあいただきます。ねえ、ということでエンディング撮りたいと思います。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。まあ、イメージより相当うまかったですね。お刺身に関してはタイとかより美味しいと思います。ただ釜のとこがちょっと癖があったんですよ。もしかしたら処理を怠ればちょっと苦手な匂いが出るような魚なのかもしれないですね。警戒して、まあ、最近は特にそうなんですけど、内臓出してきてるんですよ、やっぱり。とにかく鮮度のいい時に内臓を出す、消化酵素を出す、内臓、膵臓とか胆のうとか
あるんですけど、あの消化酵素がやっぱり匂いの原因らしいんですね。だから、辛い人、余裕があれば血抜きした後内臓まで出してしまうといいと思います。ただ中にはやっぱ内臓置いときたいものもあるじゃないですか、カワハギとかやっぱ肝うまいしね、の時はあの置いといていいと思います。で、まあそういう魚って大体臭くないんでね、基本的に。まあ、とにかくコラーゲンがたっぷりな魚で、きっと明日は僕道歩けないぐらいスベスベになってますということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。いつもありがとうございます。